こんな感じで仕掛けてあるよ。一人目は優香先輩、ブルだよ。え、そういう感じでいいの？微動だにせず、前髪直しちゃった。ここからが本番。二人目はレイカ先輩。大好きじゃん、これ。あれれれれれれれ、今の反応は。大好きじゃん、これ。とっきり失敗。あ、もうずっと垂れ流しな感じ？そう。なんだ？これ、嘘。これのため。何も言うかった。ファンサしてくれました。3度目の正直。3人目は茜先輩。そういう感じに。え、もう撮ってるんだ。え、名前言う？うん。あ、いいよ、言わなくていいの？うん。ね、え？よし、うわ。反応してくれた。うわ、うわ、うわ。全然びっくりしてない。ドッキリ失敗。びっくりした。いや、びっくりしてないだろ。こんにちは。取らない、取らない。これのこれ取り終わった後にもう一回やりたいと言っていました。次は成功なるか。4人目はサワー発見。鼻で笑った。返事が来た。さくらでね、はるかには協力してもらって、これ無企画。本当これ仕掛けが単純すぎて笑われてしまいました。次は2人同時に。5、6人目はさくらとココナ。この子がいい。耳さた。何の反応もない。え、失礼も過ぎちゃった。全然見ちゃった。どのくらいで撮れました、みんな？これ嘘。これが本当のやつ。あってこと？うん。あ、びっくりしてなさすぎる。いよいよ最後。最後はそやとはるか。食べらないやん、絶対。食べらないね。うわ、びっくりした。一番いい反応。うわ、びっくりした。うわ、びっくりした。ちょっとだけびっくりしてくれた。ドッキリした結果、誰もびっくりしなかった。リベンジします。市内合同演奏会まであと3日。